おはようございます。小野です、明日ですね、ちょっと遠出で、安藤忠雄さんの建築が一つと、谷口義雄さんの建築をちょっと美術館に行く予定です。天候ですね、33度で猛暑なんですけども、楽しみです。そのために、今回は先を楽しみ、こちら伊予橋ですね。はい、こちら、ちょっと紹介してるんですけども、伊予橋、こちらではその伊予銀行とか有名ですけども、その伊予ですね、そちらの橋ですね、あと紫でしょうか、小畑です。本当に綺麗なこういうちょっと光沢がある橋ですね。こちらと今回はちょっとアーベスコ楽しみたいと思います。若干赤ずんできましたかね、メンテナンスしないと参加が始まりそうですね。本当に赤いオープンになっていると非常に綺麗な装飾です。いつも見とれています。今回は建築を知る、あまり、お届けはしていませんが、シリーズがの一つです。まずはですね、四国ギャラリーは安藤忠雄その建築のデザインですね。水系庭園ですね。は一つ。してもう一つは前から好きになってる、ちょっと漢字が分かりませんね。東山魁夷という画家さんがいますけども、この人の、瀬戸内美術館、この2つですね、ちょっと訪問したいと思います。テーマですね、今回はちょっと本当に感じるということをしてきたので、感じたものを、ファーバーカステルの点でスケッチを残したにしたいと思います。スケッチをすることによって、一泊を取る時間を取るのに通じるので、楽しみたいですね。まずはこの水景庭園ですね。本当に、安藤さんの建築は何でしょう、もちろん陰影
あるいは壁、あるいは動線がですね、非常に人の仕掛け、誘導を考えられる方なので、それをどう読み解くかというのも非常に楽しみにしています。そしてもう一人は、谷口義雄さんですね。ということも有名な建築家、同世代だと思います。こちらはですね、同じ、でしょうね、質の高い空間づくりですけども、こちらも、動線、導きですね、というか、素材というのが非常にうまい建築で、それをどう人に、影響をですかね、感じさせるかという。これは面白いですね。見どころだと思います。今回この2つは初めてなので、すごく楽しみです。どれだけ、味わうことができて、読み解くことができるかっていうのが、私の、テーマですね。読み解く。これは大きなテーマですね。やはりちょっとこのペンは和紙にはちょっと引っかかりすぎで、やっぱ滲みすぎなので合いませんね。いや本当に楽しみな建築を知るという旅になります。結構こういう旅はですね、ちょっと尺が長い動画になりますので、皆さんじっくりとゆっくりと、私と一緒に訪問した感覚で楽しんでいただければと思います。読み解く、いいですね。この中に今カフェ、谷口義雄さんのカフェがあるので、そのカフェが楽しみですよね。それにしてもアシとアラベスク、なかなかいいですね。帰った後こうしてじっくりとですね、紙とペンを学ぶ時間、これも大切かなと思います。もちろん、書いた間は、下を改めて、旅の楽しみをじっくりとまずは空想する、そして、より楽しむためにどうするか、例えば、食事をするとき、あるいはカフェに行ってコーヒーを飲むとき、やはり一泊置くっていうのがすごく大切になっているかなと思います。また目を閉じて深呼吸する、そして建築を味わうときも心で味わうというのが、一つ一つが大切になってきますね。非常に楽しみです。はい、今回は先を楽しむ、初めてこちらの美容足ですね、ちょっとざらつきが多いので、やはりこのアラベスクはちょっと引っかかり感があるので、これはちょっと合わなくなります。やはり万年筆のような、先がサラサラしている部分があるかもしれません。またちょっといくつか試してみたいと思います。そこの建築を知る、今回は読み解くということで、テーマを設けました。いくつもちょっとパワーバーカスタムスケッチで書くのが楽しみなんですけども、国用のファインライターを持っていくつもりです。その良さをどう使い分けるか、それは情景によって、ここはこれにしようとちょっと考えながら楽しみたいと思います。本当に33度という気温なので水分が取れますね。
皆さんも夏は気をつけください。もしこの動画が良かったら、チャンネル登録します。ではまた次の動画でお会いしましょう。